ジョニー・アコスタ・サモーラは、コスタリカ・アラフエラ州・ケサダ出身のプロサッカー選手。コスタリカ代表。ポジションは、ディフェンダー。2004から05シーズンにサントスデク・アピレス FC で、プロデビュー。2010年、LD ・アラフエレンセ2遺跡。3シーズンで、リーグ優勝3回を経験した。2013年1月、ドラドスで、シナロアにレンタルで加入。 2016年9月8日、CS、エレディアーノ2遺跡。2018年1月10日、コロンビアのリオネグロアギラス2遺跡。2018年7月11日、イーストベンガル f c に移籍。2011年3月、アルゼンチンとの親善試合に出場し29歳で、初キャップを記録。この年は、FIFA ワールドカップ、予選、コンカカーフゴールドカップ。 コパアメリカに出場した。2014FIFA ワールドカップ予選アメリカ合衆国戦で初ゴール。2014年6月 2014FIFA ワールドカップ出場メンバーに登録された。グループステージでは出番はなかったが決勝トーナメント1回戦のギリシャ戦で途中出場しワールドカップ初出場を果たした。続くオランダ戦ではスタメン出場し クリーンシート達成に貢献したが、チームは PK 戦の末敗れた。2018年5月、2018FIFA ワールドカップ出場メンバーに登録された。グループステージのブラジル戦、セルビア戦、スイス戦すべてに出場した。ありがとうございます。